忍活応援、夫婦忍者。忍活、虎の巻。二人の忍活を応援します。教えて、忍活。忍活って自分ごと？そろそろ子供が欲しいね。そうだな、自然にできるものと思ってたよね。僕たちは、忍活の、初めの一歩を踏み出そうとしている二人に、忍活や、不妊のことを教える、忍活応援忍者。不妊とは、妊娠を望む健康な男女が、1年程度、避妊をしないで成功をしているにもかかわらず、妊娠しないことを言うのよ。今や 4.4 人に1人は、不妊治療をしているんだ。生まれた赤ちゃんの12人に1人が、大概受精等で生まれているの。今まで、不妊治療って、人事だと思ってた。友達や同僚が、最近よく妊活のことを話しているから気になってきて。妊娠しにくくなるのは33歳頃からというデータがあるんだ。年齢だけじゃなくて卵巣や子宮、男性器などいろいろな要因が不妊の原因となることがあるわ。まずはじめに自分たちのことを知ること、早めの検査、相談がとても大切なの。そうなんだ、人事じゃないね。相談や検査だけでも早く行かなくちゃ。二人の妊活を応援します。